ただいまより令和4年の沖縄県立読谷高等学校第73回卒業式を予行します。この引き場は今年のスローガンの一瞬の青春は一生分の宝物という言葉を大切にしながら制作しました。引き場の右側の宝箱から波がさまざまな動作とともに勢いよく溢れ出ています。これは波のように一瞬で押し寄せる感情や学園生活の思い出を表現しており、勉強や部活動などの思い出の一部を表現しています。これらが宝箱から溢れているのは、このような思い出がかけがえのない一生の宝物であるからです。この壁画に描かれているもの以外にも一人一人に数え切れないほどさまざまな思い出があると思います。そのような大切な思い出を一生分の宝物として大事にしてほしいという気持ちを込めて制作しました。沖縄県立読谷高等学校第73回卒業式を予行できますことは、卒業生はもとより在校生教職員にとりましても大変大きな喜びでございます。ただいま卒業証書を授与しました308名の卒業生の皆さん、卒業おめでとうございます。振り返りますと、皆さんは3年前高い志を持ち、夢と希望に胸を膨らませ本校の門をくぐったのだと思います。しかしながら2020年に起きた新型コロナによるパンデミックは、我々が経験したことのない未曾有の事態を引き起こしました。しかしながらそのようなコロナ禍にあっても、皆さんは希望を失うことなく厳しい環境の下で時には悩んだり時にはくじけたりしながらも、互いに励まし合い支え合いながら実に忍耐強くこの3年間を乗り越えてきました。日々の授業や学校行事、生徒会活動や部活動など、常に感染防止対策を怠ることなく、工夫を凝らし、全力で取り組み、友情を育みながら、読谷プライドを胸に、高校生としてのあるべき姿を、その行動力で後輩たちへ示してくれました。さて、皆さんは本日、めでたく卒業の日を迎え、新たな道へと人生の歩みを進めています。大学や専門学校へ進学し、より専門的な勉強をする道を選んだ人、就職して社会人となる道を選んだ人、選んだ道はそれぞれですが、新たな環境に身を置くことに対する不安感と緊張感、あるいは夢や希望に満ち溢れた高揚感など、さまざまな思いが巡っているのだと思います。どうか自分の可能性を信じて、自信を持って突き進んでください。その先にはきっと皆さんの思い描く未来が待っているものだと確信しています。 PTA を代表いたしましてご挨拶させていただきます。はじめに校長先生を並びに先生方、学校職員関係の皆様におかれましては、温かい眼差しで子どもたちの成長を見守り今日まで導いてくれましたことを心より感謝します。自ら志望校を選び、初めて自分の進路が決定する入試を経験し、この読谷高等学校に入学して3年の月日が経ちました。皆さんが過ごした3年間、これからの長い人生の中では僕一握りの時間ではありますが、今までにない密な時間だったと思います。これから皆さんはこの学び屋を離れ、それぞれの道を歩み始めます。その道は決して平坦な道ではないと思います。一歩ずつ前進し、時には休憩し、後ろを振り返るのではなく自分自身を振り返り、笑顔と感謝を忘れず、それぞれの目指すゴールに向かって日々歩みを進めてください。予備校生はダイヤモンドの原石である。この3年間で磨き上げられた輝きと予備校生としての誇りを胸に、これからの人生設計をみんな有意義に楽しんでください。3年前の入学式、大きめの制服を身にまとい、新たな学校生活に期待と不安を抱えながら正門をくぐったあの日が今でも忘れられません。コロナ禍で延期になった新入生歓迎球技大会、先輩方のバレーボールに対する情熱に圧倒されながらも、
クラスの絆を深めることができました。読谷高校といえばバレーボールというほど一人一人の熱意が強く、球技大会前になると朝早くから夜遅くまでボールを打つ音や弾く音が中庭に響き、一球に対する思いも次第に強くなっていきました。放課後に音楽室から流れてくる美しい音色、グラウンドや体育館から聞こえてくる部活生の声を聞くこともなくなるのかと思うと寂しく感じます。練習や試合で流した汗と涙は3年間の努力の証であり、己の成長を感じることのできる大切な思い出です。コロナ禍で制限もあった高校生活でしたが、仲間と共に過ごした青春の日々はかけがえのない宝物であり、これからも私たちを支えてくれるでしょう。3年間誰よりも長い時間を共に過ごしてきた友達には伝えきれないほどの感謝があります。高校生活で小学校、中学校を共に過ごしてきた同級生に加え、たくさんの新しい出会いが待っていました。最初こそ人見知りで自分の席で読書なんて慣れないことをしながら周りの様子を伺っていましたが、新入生歓迎球技大会や校内陸上、遠足を通して次第には教室にキラキラした笑顔の生徒が増えて、忘れたくない思い出が数えきれないほどできました。明日からは聞けない声、会えない友達、見ることのできない景色なのだと実感するたびに寂しくて切なくなります。何があっても支えてくれた友達、バカな提案にも付き合ってくれた仲間には感謝の気持ちでいっぱいです。温かく時には厳しく、私たちを全力で指導してくれた先生方、たわいもない話を通して先生方と一緒に楽しんだあの時間を今でも忘れることはありません。先生方から学ぶことを忘れず、これからも前を向いて頑張ります。そしていつも近くで支え応援してくれたお父さん、お母さん、毎日の送迎やお弁当作り、本当に感謝の思いにいっぱいです。私たちが自分自身と葛藤している中、すぐそばで見守り励ましてもらったあの時間があったからこそ今の私たちがいます。恥ずかしくていつもはなかなか言い出すことはできないけれど、私たちのためにいつも全力の応援と愛をありがとう。これから世界へ羽ばたいていく私たちを今までと変わらずに応援してください。今改めてこの高校生活を振り返ると、たくさんの思い出が蘇ってきます。日常だった登下校、学校行事、部活動が明日からなくなるのかと思うと名残惜しい気持ちでいっぱいです。しかしこれから私たちはまた新たな人生の一歩を踏み出します。これまで学んできたことが一人一人の歩む道にさらなる希望を照らしてくれることを願いながら、今後も読谷高校の卒業生として誇りを持ち、自分自身の目標に向かって突き進んでいきます。本日はこのような素晴らしい卒業式を催していただき本当にありがとうございます。令和5年3月1日卒業生代表、清水充、千葉一馬、大変感謝状3、2、1